では一人を選択します。分かってた。心の奥底でいつも分かっていた。ただ周りに静寂が欲しかっただけ。自分の気持ちを知るために。うんうん。ライアンとの未来は考えられなかった。うん。あまりにも苦しい時を一緒に過ごしすぎた。忘れたい過去たち。彼も納得した。いつまでも待っていると言って。彼とは何かを感じたけど、それだけじゃ足りなかった。お、森だ。あんなことを経験して普通の生活になんか戻れない。うん。それに普通の生活なんてつまらないんだ。彼氏に仕事、次の休みを心待ちにする生活。ずっと憧れていたけれど、でもようやくそんな生活は求めてないと気づいた。だから旅立った。たくさん向こうへの裂け目を見てきた。何百もそこいら中で。え、誰？奇妙な現象の起こる家。うわ。誰も二度と泊まりたがらないモーテルの部屋。霊は至るところにいる。家に住み着き、そしてベッドで眠る。私たちの周りにいる。どんな時でも暗い影に身を潜めている。ここまで見えてたっけ。ホテル？ずっと会いたかったんだよ。よかったね、ほこりかぶっててテレビが。夜になると現れる。恐ろしい奴らが。これは悪夢だと言い聞かせるけれど、現実だって分かってる。一度開いたパンドラの箱は二度と閉じることはない。そう、悪夢なんかじゃない。それはこれから起こること。もう二度も死んでいる。だから死ぬことなんて怖くない。はい、ということで、一人のバージョンがこちらになります。やっぱりまあ未来は変わらないっていう感じがしますね、3個目になると。うん。まあこんな感じで一人バージョンがこちらになります。はい、ということで、続いて最後、上位編をやっていきたいと思います。これが多分一番選択肢としては少なかったんではないかなと思いますが、やっていきたいと思います。はい。分かってた。心の奥底でいつも分かっていた。ただ周りに静寂が欲しかっただけ。自分の気持ちを知るために。ここは一緒なんだよね。ライアンとの未来は考えられなかった。
あまりにも苦しい時を一緒に過ごしすぎた。忘れたい過去たち。彼も納得した。いつまでも待っていると言って。彼とは何かを感じたけど、それだけじゃ足りなかった。死ぬことばかり考えていた。孤独な私を受け入れてくれた。素性さえ知らない私に少ない食べ物を分け与えて。普通に暮らしてる。私はここが自分の居場所だって気づいていた。嘘だろ。おい、ウォルター、来いよ。いいから。スタンはたまに変な仕事をやって、チューズデーはバーで働き、ウォルターはゾーイの面倒を見てる。お金はないけど、なんとかみんな生きている。すごい、みんな生活してる。過去の話をしたことはないし、聞かれたこともない。ありのままの私を愛してる。ただのレイと話せる女の子として。おお、大きくなって。ゾーイはすぐに懐いてくれた。彼女のその大きな悲しい瞳は小さい頃の私を思い出させる。初めから何かが違うと感じていた。まだ話してないけれど、私たちは同じだと気づいていた。夜になると現れる恐ろしい奴らが。これは悪夢だと言い聞かせるけれど、現実だって分かってる。え、誰？この世界を救うことができるのは少女だけ。導かなければ。マジ？残された時間は少ない。一度開いたパンドラの箱は二度と閉じることはない。そう、悪夢なんかじゃない。それはこれから起こること。え、ゾーイの子供が、そういうこと？え、すごー、やばー。あ、そうなんだ。え、でもどういうつながりで？だってジョディは双子のお兄ちゃん、死産したお兄ちゃんが要はエイレンだったわけじゃん。え、じゃあ霊体は持ってないけど似てるみたいな、そういうこと？面白い。なんか全然予想ができなかった。めっちゃ面白い。なるほどね。ほう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 。オッケー。ということで、こちらがゾーイ編でございました。意外と面白い展開になっていたので。あ、ここも違うんだね。ここのエンディングも2人になってるから。一番最後はゾーイ編だけちょっと違うっていう形でしたね。はい。ということで、一番最後の選択肢としては、1人バージョンとゾーイ編はこちらになります。はい。ということで、生と死を選ぶ場面でございます。で、まず一応、死を選んだ場合から再度、復習として見ていきましょう。あの世。うんうん。別の世界。風になって、うん、星になり、宇宙に。うん、エイデンと愛した人たちと一緒になる。うん。これが死の場合ですね。で、こちらが生ですね。生きて、感じて、誰かを愛して、年を取る。愛してる。まだ
やることがたくさんある。はい、こちらが聖ということで、シャルの配信本編では聖を選んだので、番外編としてはこちらの死を今度選んでいきたいと思います。どうなるでしょうか？やっていこう！びっくりした。吸い込まれる。うわ、パーンと爆発しますよね。あ、生きてた。ジョーディ、ジョーディ、ジョーディ、起きろ、目覚ませ、あー、起きろ、おい、死ぬな、ジョーディ、おい、ジョーディ、目を開けろ、起きてくれ、ジョーディ、どうしたジョーディ、起きろ、シャルデンはここにいるんですけどね。愛してる。ライオンを置いてきてしまいました。この後どうなるんだろう、物語は。エピローグ見ていきたいと思います。そのままか、一気に飛ぶのか。プロローグがなし。私たちの世界は森や湖や山や川が広がる一つの世界に囲まれている。静かに耳を澄ませばささやきが聞こえる。天国でも地獄でも神でも悪魔でもない。死んだ後に私たちが存在し続ける場所。うん、もうずっとさまよい続けているけれど、まだほんの一部しか目にしていない。そこにいるけれど、うん、いない存在。無に溶け込みながら全ての存在になる。すごいな。別の魂と重なり合うこともあれば、どんな人よりも孤独になることもできる。光ってさえあれば、不可能なことなどない世界。ほう。今でも世界を見守っている。愛する人を見守って、おう、私がここにいることを伝えたい。もう一度だけこの腕に抱きしめて会いたいと伝えたい。でも近くにいるだけで満足しよう。泣いてる。見えない透明な存在、消えゆく記憶のかけらとして。お母さん、
もう意識がね、ほとんどないから、お母さん。お、コール。息が白い。寒い？あ、書いてる文字を。私はここにいるよ、プリンセス。あ、喜んでる。喜んでる、喜んでる。エイレンになったのかな？過去も未来もすべて理解している。そしてすべての可能性も闇が迫っている。うんうん。もう少しここにいなければ、私がやらなければ、おう、あの世に何が待ち受けているか確かめる。その前に、その前に、おお、働かなくていいの？どうやってこの暮らしに？あ、たまにずっと宙を見つめることがある。通り過ぎていく映像を見つめて、何度も何度も同じ映像が消えないテレビのように流れる。理由はわからないけれど、チューズデー。でもこれだけは知っている。これは現実に起こったことの子供、ウェンズデー。頭の中で声が聞こえる。私に話しかけ、何かを教えようとする。うん。たまに目を閉じると、空を飛べるような、そんな気がしてくる。すごい、大きくなっていく。人を包むオーラが見えるし、部屋を出ずに遠くの場所を見ることだってできる。あの人は秘密にしろって。でもとても怖い。特に夜、一人ぼっちの時は、暗闇で何かが動いているから、変な音やささやきが聞こえるから。うんうん。何でもないって言うけど、うん、音は消えると言うけれど、でもその正体は教えてくれないし、聞くのが怖い。ほう。よく同じ夢を見る。とてもリアルな夢。音、匂い、光。本当は夢じゃないって分かってる。まるでエコー。未来に起こることのエコー。準備しよう。あまり時間がない。分かっていることは一つだけ。私は一人じゃないってこと。おお。おー、すごい。こう変わるのか。あ、今気づいた。ちょっと音ちっちゃかったかもしれない。マジか、そういうことか。そういうことか。すごいな。なんか、死も死で、最初は、なんかすぐ終わるかなと思ったけど、意外と最後はめっちゃ濃いストーリーだったので、とても、びっくりいたしました。ということで、今回の、ビヨンド、番外編は以上で終わりとなります。まあ、気になった方は、再度やっていただければと、見ていただければと思いますし、これを機に、ちょっと自分だったらどうなるのかなっていうのを見たい方、
いや、ゲームプレイ中の細かな、枝分かれといいますか、選択肢は、今後公開をなど、こうだったよっていうのは見せないので、ぜひ自分だったらこうするなっていうところがありましたら、ぜひ買ってプレイしていただければと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、そしてコメントよろしくお願いいたします。ということで、おっちゃるでした。バイバーイ。